はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回のトカは滝川にあります老舗の人気食堂についてです。皆さん、チャップ丼知っていますか？こちらの名物でありますチャップ丼は、豚バラ肉を焼き鳥のタレで甘辛く炒めた料理です。こちらは滝川市の名物グルメになっています。またチャップ丼以外にもオムライス、ラーメン、丼物、定食などメニューが豊富なため、リピーターの方でも全メニュー制覇するのは大変だと思います。そんな滝川にある人気食堂高田屋を紹介したいと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。こちらの場所は滝川駅から約400メートル、歩いて5分程度の場所にあります。営業時間は11時から20時半です。ただコロナの影響によって変更になっている場合があります。定休日は月曜日です。お店の中の様子です。テーブル席と奥に座敷、カウンター席もありました。さすが人気店ですね。芸能人のサインもありました。雑誌や漫画も置いてありました。こちらのお店は1953年に創業された老舗の食堂です。このお店のおすすめメニューはチャップ丼です。店主が高校生の時に豚バラ肉を焼き鳥のタレで炒めて弁当に持っていったものをお店のメニューにしたのが始まりだそうです。最近では私も今回注文しましたが、目玉焼きチャップ丼も人気だそうです。チャップ丼に使用している豚肉は地元北海道産の豚肉を使用しているそうです。コロナ以前には滝川スカイパークに来られたオーストラリア人が結構来店されていたそうです。メニューを紹介していきます。一番人気は先ほど紹介しましたチャップ丼ですが、それ以外にも丼物や汁物、ラーメンやうどん、そばなど数えきれないメニューがありました。大盛りご飯は100円、チャップ丼の肉増量は150円でできるそうです。また目玉焼きは50円の追加料金でできました。赤字になっているメニューがありますが、特におすすめというわけではないそうです。チャップ丼以外ではオムライスも人気だそうです。またホッケ焼きやとんかつなどの定食メニュー、ドリンクメニューもありました。私が今回注文しましたチャップ丼税込み800円とトッピングで目玉焼き税込み50円です。北海道産の豚バラと甘だれが絶妙に絡み合っていまして、こちらでは珍しいコシヒカリのライスとマッチしていました。また目玉焼きの黄身と絡めて食べると豚すき焼きのようにまろやかな味になりました。本当に美味しかったです。チャップ丼などテイクアウトもやっていまして、値段も店内と変わらないそうです。支払いですがクレジットカードは使えず現金のみになります。これで今回の動画は以上になります。今回紹介しました滝川市にあります老舗人気食堂高田屋は、このお店で考案されました滝川名物チャップ丼を食べることができるお店です。滝川で名物のチャップ丼が食べたいと思った際にぜひ訪れていただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。